久保さん、久保さん、千佳さん懐かしいですね。ちかさんね <laughs>。いやー、あの時、あの、ちかさんファンキーでしたね。毎回、あの、うわー言うてましたけど。うーん、まあね、ちかさんも多分、なんで久保さんがそう思ったのかっていうと、同じリアルのね、蕎麦屋さん、ちかさんやってましたけども、 あのまあ、リアルのテンポをや,やられてるところで共感あったんじゃないかなとは思うんですよね。しかもまあ、ね、年もねあの若いくはなく、まあ、結構、ね、年も取ってたと思うんですけどもだからまあ何ですかねうーん、まあ、久保さんを見てるけれども私でもできます私でもできんのかなっていうんだったら見なくてもいいんじゃないかなと思いますけどね。久保さん できたからできるわけじゃなくて、できるようになっただけであって、年齢関係ないですし、うん、なんかや、やろうと思えばやれるんじゃないかなと思いますね。うん、まあ僕もこうやってその表に立ってね、昔こんな動画撮るなんて全く想定していなかったですし、イメージもなかったし、で、やろうと思ってはいなかったし、でももともと裏方でしたから、でもやっていくうちにやれるようになったっていうね。 仕事でもそうだと思うんですけど、最初やれなかった仕事も、10年、20年、30年やってるとあの、できるようになると思うんですよ。で、この前、その TikTok で、その足場を組むね、なんかその足場を組む人が情報発信、まあ TikTok でやってたんですけども、面白くて、その足場を組むその機材があるんですよ。<laughs> その見習いというか足場組むのにそのまだ見習いの人みたいな,なんか足場組むこの鉄骨の入れるやつがあるんですよで見習わない人はこうカンカンやっても入んないんですよでなんか足場組む5年目の人が出てきて5年目の人はカン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 ポンって入れられるんですよでね足場30年とか20年やってる人は用具使わないんですよね手でパン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 みたいな終わり <laughs> すげえなって でも、最初の,その見習いの足場組む人は、こういくらカンカンやっても入んねんみたいなね。面白かったですね。足場組む30年、20年の人はもう手でやるみたいなね。パン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 みたいな。なんだこの差みたいなね。だからその、できないことも、最初からじゃあ手でこんなことできたのかっていうと多分できないし、できないことができるようになるわけじゃないですか。やっていけばね。それはまあ考えればわかることなんですけども、 なかなかね、それがなんか、みんないやらないんですよね。うん。できないこともできるようになるよと、やっていけば。まあ、それは人それぞれ個人差はあるけどね。うん、でも大抵のことはできるようになるよと。で、大抵のことっていうのは、大抵のことなんですよ。みんながイーロン・マスクみたいになって、ツイッターを買収できるまでになるかっていうと、それはわからないけれども、なんか例えば YouTube でこうやって動画を撮って発信するぐらいはできません。みんなやろうと思えば。いってらっしゃい。